今回こちらの動画でお伝えしていきたいことは VS 鑑定ですね。VS 何の略かというと、バリュースカウターですね。価値探すですね。直訳すると。スカウターが偵察とか探すっていう意味なので、日本初 AI を活用した最新技術による迅速正確な鑑定サービス、特許登録済みということでね、新しい日本の グレーディングサービスが立ち上がりました2023年6月30日リリースです設立はね2023年の3月になってますね株式会社コレクテストっていうところが立ち上げた VS 鑑定ですねそして申し込みなんですけれど現在一時停止中です想定以上のね申し込みがあったそうなので一時停止中になってますね ということでね概要の方を見ていきましょうか「アバウトバリュースカウター」についてですね近年トレーニングカードが人気を博し多くの方がコレクションや売買を楽しむようになりましたそんな中偽物が横行し本物と告知する偽物も多く出回ってしまっておりトレーニングカードの価値を傷つけていますということでね 確かに本物のイラストのように作られたオリジナルカードオリカであったりあとはスーパーコピーっていう成功に作られたコピーもごく一部にあるっていう噂は聞いたりしますしねあとはイラストをそのままねコピーしたようなステッカーとかも販売されてたりっていうのがあったりするので、まあ、気をつけなきゃいけないっていうのはね 多々あるんですけれど鑑定品についてもね鑑定品のラベル本物を使って中身のカードだけすり替えるっていうようなことも起きてきているらしいので鑑定品だから100%安全っていう根拠はないです。 もちろんね、自分で自引きしたカードを自分で鑑定先に出して返却されたやつは本物に間違いないと思うんだけどね。それ以外のね、二次流通品、自分以外の人が鑑定に出してそれを自分が購入した場合ですね。そういうものに対しては100%の保証はないんですね。なので、その真偽を確かめたければ、その鑑定先に真偽確かめるために調査、依頼するとかね、お金はかかると思うんですけれど、 調査を受け付けてるところもあったりするので PSA 鑑定とかは受け付けてますので真理確かめたかったら PSA 本社の方に問い合わせて提出することは可能なんですけどね。そして次ですね従来の心眼判定サービスは検査スタッフの目で判定していましたが当社はさらに AI による画像判定をする機能を加えてより高い精度の鑑定サービスを提供してまいりますよってことでね そして多くのユーザーが気になるトレーニングカードの市場価値ですねを最新のテクノロジーを駆使して価値を可視化させトレーニングカードを愛する全ての方が楽しく安全にそして便利にコレクションできるサービスの提供を目指していきますよということで現在トレーニングカードの鑑定は海外サービスが主流になっていますよということで 1990年前後の老舗のサービスっていうのがねアメリカで言うと PSA 鑑定であったり CGC の大元ですね CCG 系列であったり BGS 鑑定であったり SGC 鑑定であったりいろいろありますけれどそして日本ですね日本で言うと2020年設立で2022年の6月からリリースですかね ARS TCG 鑑定ですね RS 鑑定って言われたりしますけれどそちらがね日本初めてのね、グレーディングサービスとしてありますけれどそれに次ぐ VS 鑑定っていうことになってきますかねそしてフューチャー直訳特徴ですねバリュースカウターの5つの特徴ということで安全な日本国内での鑑定ということで日本国内で行いますということで拠点がね東京ですねさらに 東京海上日動火災保険株式会社と提携しており万が一の時も安心ですよという短期間での鑑定対応ということで従来に比べて短期間での鑑定を実現いたしますということでね鑑定出してから返却までが早めっていうことでしょうかね ARS 鑑定でね1ヶ月半から2ヶ月弱の印象がありますけどねもちろん混雑状況とか受付枚数によって増減しますけど あとは PSA 鑑定とかのアメリカ直接出しって言われるやつですね。BGS とかもそうですけれど、鑑定日数が早いプランは料金高くなるんですけど、高い料金を払うのであれば1週間以内とかに鑑定できたりするので、往復の、ね、日数はまた別なんですけど、国際発送なので、発送に1週間、早ければ4日ぐらいですかね。返送にも同じぐらいかかるので、だいたい1ヶ月ぐらいですかね。 早いプランで23ヶ月かかるプランであれば34ヶ月ぐらいにはなってくると思うんですけれどそして PSA でも PSA ジャパンって言われる日本支社ですね日本支社のサービスのうち日本支社に提出してそこからアメリカ本社に発送するっていうサービスのやつは8ヶ月待ちだったりするんですけれどコロナ禍以前であればね34ヶ月ぐらいだったんですけれどだんだん半年とかになってね今8ヶ月ぐらいになってますけどねそして そして AI 技術活用した診断判定ということで AI をね活用した診断鑑定ができるということですね。鑑定定士プラス AI 判定ですねそして トレーニングカードのリアルタイムの価格表示ということで従来の鑑定サービスはトレーニングカードの価値値段を提示することができませんでしたが当社はインターネット上の各カードの取引価格をシステム的に吸い上げリアルタイムに変化するカードの価値をスマートフォンで確認できるようにいたしますよということでねなのでこの機能を使うとコレクションの価値相場がある程度把握できるってことですね 実際どどうういい風にななるのかはかわらないですけどね。PSA 鑑定の方はね、ポピュレーションレポートとかでオークションとつながってたりするので、オークションで売れた平均価格であったり、最近の売れた価格っていうのは見れたりするんですよ。それを参照して、申告価格っていうのを決めることもできるんですけれど、これはどういう感じになるんでしょうね。オークファンみたいな感じになるんですかね。グラフみたいになって。 最高レベルの UV カット率を誇るスタイリッシュなアクリルホルダーアクリル製のホルダーなんですねアクリル製は厚みが増えるとね紫外線カット率上がるって言われたりしますけどねそして申し込みの流れですね申し込みの流れは 当サイトの申し込みフォームから申し込みくださいってことなんですけど料金の確認とかね申し込みフォームが停止しているのでね見ることはできませんそして次がトレーニングカードのご郵送ということでねこのサイトに記載している住所に送ってくださいってことですね鑑定完了のご連絡をお待ちくださいということでこのサイトに載っているアドレスから完了しましたよってメールが届くのでその時点で請求が来るってことですね なので鑑定完了後に支払いです。そして入金確認後鑑定品を返却しますよっていうことですねそして鑑定の種類通常鑑定は心眼判定プラスグレーディンググレーディングっていうのは等級付けですね点数付けですを行ってアクリルホルダーに封入しますそしてミニマムグレードですね MG と略されたりしますけれど申し込み時に 指定のグレード以上の場合のみアクリルホルダーに入れることができますよということで指定のグレード以上例えば9点を指定したとしましょう9点を指定すると9点以上9.5とか10点この VS 鑑定9.5ミントプラスになってたので9.5あるみたいですねなのでミニマムグレードに9点を指定した場合は9点と9.510点なんですかね 他ののの等級についいいててはね、ね、幅がかかかれてななで、ででどこまであるわかからないんです、ね、現状。そのうち公開されるのかなとは思いますけれどおそらく9点の上は10点なのでジムミント10とかになるんですけれど海外だったらねプリスティン10っていうのがあって BGS 鑑定とか CGC 鑑定とか SGC 鑑定っていうのはプリスティン10っていうジムミント10より上の等級があったりするんですけれど。 まあなんですけれどこの VS 鑑定がどうなるのかっていうのはわからないですね ARS 鑑定の場合は10プラスっていうのがあります10点の上にプラスがありますね10プラスがありますそしてアテンション注意事項ですねお申し込みから2週間以内にカードが当社に届かない場合はキャンセル扱いになりますよということと鑑定済みホルダーに入っているカードは鑑定できませんということでクロスオーバーっていうサービス他社のホルダーから VS 鑑定に移動させるっていうプランはないですよってことですね現状グレードの数値によってホルダーに入れないことを希望することができますっていうのは先ほどの上で説明したミニマムグレードの説明ですね修正その他加工された疑いのあるものは心眼判定はできますがグレードの数値はつきませんよっていうことですねサインなどが書かれている場合インク度の表記が加わりますということで 直筆サインですかね直筆サインは通常オートグラフとかサインドって言われたりしますけどインクドって言うと白掛け隠すためにインクつけたりごまかしたりすることをインクドって言ってインクドされたやつは鑑定負荷だったり ARS だったら大幅減点だったりするんですけどねこれはね確か直筆のことだったと思うんですよね13条の 13条鑑定内容及び鑑定方法っていうのがあって7にね項目7にサインなどが書かれたトレーニングカードについてはラベルにインクドと表記しますが当該際の申請本物か偽物かっていうのを保証するものではありませんよっていうことですね。そしししてて、注意事項として料金の、ね、支払いを滞納したら年間かかってきますよっていうことでね。 その支払いについては鑑定後通知されるので10日以内に支払う必要があります支払いがない場合は遅延金とは別に遅延日数1日につきカード1枚について5%の保管料がかかりますよっていうことですねそして遅延期間が90日に達した場合90日間払わなかった場合ですね 所有権を放棄したものとみなします。放棄した場合であっても保管料はお支払いいただきますよっていうことでね。支払い、滞納しないように気をつけてください。というふうな大事なことがいろいろ書かれてますので、こちらの方をね、しっかり目を通すようにしてください。利用規約になってますのでね。 ただ利用規約の方を全部目ともしてもグレーディングの点数の付け方については書いてないですよねそのうち公表されますかねあとピックアップしておきたいところか、鑑定の対象ですね本サービスの対象となるトレーニングカードは日本語または英語で表記された 当社指定のカードブランドっていうことで詳細についてはウェブサイトをご確認くださいってことなんですけどそれも書いてなかった気がするんですけどね今のところそのうち更新されるんですかねそして当社はユーザーが鑑定依頼したカードのうちトリミング色の塗り直し修復不正に加工された疑いのあるもの 偽物の疑いがあるものについてはグレーディングなど一部のサービスの提供は行いませんよってことですね全行の場合を含め鑑定の対象外となるカードについて申し込みされた場合は鑑定することなく返却します測る場合も最低限の料金は発生しますよっていうのが書いてますねそして13条の鑑定内容と鑑定方法のとこに戻ってくると 心眼鑑定とグレーディングの2種類があります。心眼鑑定のみを希望する場合は、鑑定申し込み時にその旨をお知らせください。ということでね、心眼鑑定及びグレーディングの方法及び基準等に関する個別のお問い合わせには応じられませんよっていうことで、鑑定の基準については、 鑑定技術の進歩に伴って変更されることがありますよっていうことですね。そして専用のホルダーについてもねトリーニングカードのストレス軽減のために余裕を持った状態の設計になっているためホルダーナイプでカードが動く可能性がありますよってことです。振らないでくださいねってことですね。鑑定ホルダーであっても劣化や折れ曲がりなど完全に防止することを確約するものではございませんよっていうことですね。 ある程度のね、湿気対策であったり、反り対策、汚れ対策になってくるので、鑑定ホルダーに密閉してる方がね、状態維持しやすいとは思いますけどね。ということでね、この規約の部分を必ず目を通すようにしてください。サイトもね、今後充実してくると思いますので、サイトの方を閲覧してね、情報を把握するようにしてください。 そして、こちらの URL 先にね、記事も投稿されてまして、prtimes.jp っていうところに、日本初の AI 画像認証を活用したトレーニングカードの鑑定サービスが6月30日よりサービス提供開始っていうことでね。鑑定フォルダーはね、こういう感じになってますね。 表に QR コードがありますね。そして9点がミントになってますね9.5がミントプラス10点がおそらくジムミントではないかと予想はしますけど角がちょっと四角っぽくなってますよねそしてカード入れてる部分はね長方形ですねパッと見た感じスリーブはついてないようですねということでね このページにもいろいろ書かれてるので読みたい方はね URL は説明欄に貼っときますので公式サイトの URL とこちらの記事の URL と公式 Twitter の方の URL も貼っておこうと思います公式 Twitter はこちらになっていてバリュースカウターアットマークバリュースカウターってなってますよね お礼とお詫びということで「本日想定を超える多くの皆様の申し込みをいただきました」っていうことで「現在停止中ですよ」って書かれてますね。ということでね「復旧したら提出してみたいですけれどまだまだ分からないこといろいろあるのでね具体的なことはここで言うことはできませんけれど VS 鑑定っていうね「バリュースカウター」っていうグレーディングサービスが始まりましたよっていうことですね。 うん。<music>